こんにちは、マルコメおみやです。無印良品週間で全品 10% オフだったので、ずっと欲しかったものをいろいろ買っちゃいました。最近育児のストレスがすごくて、発散も兼ねてついつい買っちゃいました。これも息子との2人暮らしを心穏やかに過ごすための必要経費ということでよろしいでしょうか。それでは紹介していきます。最初に紹介するのはこちら。アロマディフューザー3990円です。最近全然寝れないので、快眠目的で購入しました。憧れのアロマディフューザーです。ディフューザーとともにアロマオイルも買いました。エッセンシャルオイルおやすみブレンド1490円です。頼む、おめの力でワイを寝かせてくれ。水を入れたんでしょ？これなんだと思う？缶詰。何滴入った？3滴。ないと。うわぁ！なんか金持ちの家みたいだ。湯飲みじゃないよ、アロマだよ。ライトがとてもムーディーです。部屋を明るくした瞬間、突きつけられる現実。しんどいな。洋服も買いました。デニムタックワイドパンツ4990円です。履いてみました。試着せず M サイズを購入しましたが、でかかったです。動きやすいです。ウエストがゴムなのがありがたいです。こちらはビッグ T シャツ1490円。もともとビッグな作りなので、どのサイズを買うのが正解なのか分かりませんでした。このサイズ感は正解なんでしょうか。下に履いているのはさっきのパンツです。メンズライクな感じも好きです。動きやすさも抜群です。こちらは敏感肌用のシャンプーとコンディショナー各290円です。ハゲで悩んでいたところ、視聴者の方からおすすめしていただきました。初めて使うのでお試しサイズにしてみました。香りを表現するのが難しいのですが、苦い花の茎の部分を食べた時のようなオーガニッキーでフルーティーな感じです。こちらはヘアセラム1290円です。ヘアオイルが欲しかったので、シャンプーと合わせて買ってみました。こちらも以前の動画でおすすめしていただいた商品です。先ほどのシャンプー同様、使われてる成分がとてもいいらしいです。ブリーチしている部分は念入りに染み込ませておきましょう。シャンプーもオイルもいい感じでした。サラサラです。こちらはカードホルダー250円です。前使っていた100均のカードケースを息子に破壊されたので、この際なので新しく買い替えました。ちなみに今使っているカードケースはこちら。カードケースを破壊した罪悪感からでしょうか、息子が貸してくれました。無印の商品はどれもデザインがシンプルで使いやすいですよね。お次はファイルボックス用ペンポケット150円です。以前収納ボックスを買った時に、これもあると便利だよと教えてもらいました。ええやん。ちゃんとしてる人感が出ますね。マサーラチャイ350円。ディフューザーの緩衝材がちょうどコースターになりました。こちらもおすすめしてもらって気になったので買ってみました。胃薬チックなスパイスの香りに謎の安心感を覚えます。果たして美味しいのか。これなんか新たな扉開いた気がします。スパイスの香りが強くてどうなることかと思いましたが、美味しいし飲みやすかったです。なんか胃にも優しそうな気がします。出来心でココアを混ぜてみたら、それはそれで美味しかったです。最後に紹介するのはスルメシート250円。また買っちゃったよ。これなんだかんだで運命だ。これが胃には優しくないでしょうが、私にとってのごちそうですね。今回は時間がなくて食品のコーナーは回れませんでした。他にもおすすめしてもらって気になっている商品がまだあるので、次回のお楽しみにまた買いに行きたいと思います。ちなみに無印に刺繍サービスがあって、購入した商品に刺繍をしてくれるみたいなのですが、子供のお絵描きとかも刺繍にしてくれるんですって。めちゃめちゃ可愛いですよね。子供用のリュックがあれば一緒に買ってお揃いの刺繍をしたら可愛いなと思いました。2歳児が背負えるリュックがなかったので諦めましたが、刺繍可愛いなって話でした。さてさて、いっぱい買っちゃいましたね。4月は節約強化月間頑張りますので、またチャンネルに遊びに来ていただけたら幸いです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。